これはあの島町だね。ですね。うん、今日はね、あの千日前通り来ております。で、いくみちゃんがちょっと特別出演ということで。お久しぶりです。今時刻は12時ぐらいなんですけども、はい、まあ、一通りもちらほらある平日なんですけど、この千日前通りのこの路地裏というか入ったところに今日のお店があるということで、今日はですね、この千日前通りの路地にあるこの先にホルモン丸福っていうのがあるんですけども、これもあの西成の方でもね結構有名なホルモンの店あるんですけども、こちらもね同じ系列店なのかな、まあ、そんな感じの雰囲気のお店なんですけども、今日はちょっとこちらの方にねお邪魔しようかなと思うんですけども、まあ女性の方ね、いざ入りました注文悩むと思います。そんなあなたに優しいメニューがあります。で、今日はここをねしようかなと思います。お得セットでいいんじゃない。確かに。これいける、みくみさんビールいけたりするの。大好きです。ああ大好きです大好きです。じゃあ今日はちょっとビールとお得セットメニューと、はい、とりあえずハラミめっちゃ好き。ああいいね。ホルモン好きだから一番にします。じゃあ僕は、うん、このホルモンと島町。あ、いい島町、美味しい、はい、じゃあちょっと1と5かな。1と5で すいません、あのお得セットメニューの1と5で、はい、完全にせんべろみたいなね。本当に。この通常メニュー。ありがとうございます。ありがとうございます。では、はい、次アイクしましょうか。はい。はい、お疲れ様でーす。めちゃ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 。あ、すいません、めっちゃ。ありがとうございます。こんな感じです。うまい、全然違うね。まあなかなか、なイグミちゃんの名前斜め加減が良かった。すいません、お疲れです。いただきます。ここはあの初めに一人につき飲み物と焼き物2品からの注文でお願いします。いい感じ。ありがとうございます。そこホルモン、ホルモン美味しそう。マヨネーズ、キャベツ入って、ね、ちょっとこのホルモンの特製のなんかタレというか、いい匂い、ね、ホルモンが好きな人は絶対。あ、そうだね。どうぞ、はい、ありがとうございます。お先にちょっと。あ、じゃあいただきます。じゃあ出来たてのおやついただきます。はい、うん、どうですか。タレがめちゃめちゃ美味しい。どんだ甘だれ、甘だれかな、なんかちょっと酸っぱい気もする。うーん、いや、その酸味がやっぱお酒と合うみたいな、うん、なんか食べてちょびちょび飲む、あー、なるほど、こんな感じ。
美味しいよ。ベーシックな、うん、ホルモン。こんな感じですけどね。プーチン大統領は強気の姿勢を崩していません。美味しい。しっかり焼けてる感じ。ちょっと辛みがピリッとね。そうそう、ピリッとする。それがまあ酸っぱいのか。でもイクミちゃんやっぱ辛いの結構好きだから。そう。めちゃめちゃ好き。プーチン大統領はさっきの会議で、辛すとか。モスクワ市長からは、外国企業の活動を停止で、50万人が職を失う可能性があるという見方も、こうした状況にロシアの経済学者は、そのためロシアはウクライナ政府の賠償を申し上げたと主張しています。さらに、ウクライナ政府の情報を信じないことから、我々は何のために戦っているのか、入っています。昨日、ロシアの一方的な こちらの国民のようにロシアへの転入を問うものとみられる住民投票が来月5月上旬に行われる情報もあってですね、ウクライナ政府はロシア系だけで、じゃあ私のセットのハラミ来たんです、はい、食べたいと思います。肉の中で一番ハラミが好き。食べやすい、うん、いただきます。ウクライナ国防省の幹部は先月プーチン大統領がウクライナの国防省の幹部どうですか、崩壊性を引こうとしていると強い懸念を示しました。その懸念、噛み応えが結構弾力がある、うん、ありがとうございます。これはあの閉まっちゃうよねですね。ひもちゃん言ってください。いいんですか。それも大好き、ホルモン、はい、いただきます。うん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 、一番好きかも。あ、うん、結構甘めなんです。うまいし、溶ける、うん、めっちゃ美味しい。うん、あ、脂身がちょっと甘い感じで、うんうんうん、合うわー、これ進みますね、うん、どうぞ。これと声全然違うね。そうだね、お疲れ様でした。あ、すいません。どうでした全体的に。あ、なんかこうサラリーマンの人が帰って一杯行こうかなっていうのにめちゃめちゃいい。うーん、だからそれこそあの瓶ビール、そう、ビールって大体500円ぐらいだから、すごいいい単価やるね。単価というか、そうだね、結構何杯もいけたよね。何杯もいけたし、そこからホルモンとかね。そう、なんかお腹空いたらもうちょっと再度頼んでって言っても全然、うん、どれ自分好きやろなって選んで、この選んで、そうだね、パッとね、番号言えばね、うん、とりあえずみたいなね。そうそう、今日はこれにしようとか、次はこれにしようとか選べるし、はい、最高です。はい、ありがとうございます。今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございます。